人の気持ちが聞こえたら私のアルツベルガー治療記という本です。2300円プラス消費税でジョン・エルダー・ロビソン、つまりこの治療を受けた本人が書いています。すごく文章うまいです。で、文章がうまい上にこの翻訳もいいのでですね、Kindle でもさらっと読めました。で、書評はですね、まだ Amazon でもですね、書評が一つも出てないのでですね、できれば読んだ皆さんはですね、書評を書いてあげてください。その時にですね、一言、岡田斗司夫ゼミで見たけどと書いてくれたらですね、僕はちょっと嬉しいですけどもですね、本当に読みやすい本なんでですね、よろしくお願いします。で、内容は一言で言うと、人の気持ちというのが全く理解できず、人間の顔色とかですね、表情も読めないですね。アスペルガー症候群の男性が脳への電磁放射ですね、電磁波の放射という実験治療を受けて一気に理解できるようになるという話です。しかもそれはですね、普通にですね、分かるというですね、理解できる普通の人みたいに分かるというレベルを突き抜けて、まるで普通の人から見たら超能力者に見えてしまう。顔とか目を見ただけで相手の人の気持ちや考えがほとんど全部分かってしまう。そこまで読めるようになってしまうわけですね。しかしこの治療法の欠点はですね、効果は永遠に続かないということです。その効果はですね、短い場合はたった15分間ですね、長くても数週間で消えてしまいます。人の気持ちが分からず、この主人公のロビソンはですね、これまで友達というのができたことがないと。どんなに仕事とかで成功してもですね、結局自分には友達が誰もいなくて、いつもなんかパーティーとかに行ってもなんかつまはじきになってしまうと。こういうですね、男には果たして友達がこれからできたのだろうか。そしてそれは全てやっぱり消えてしまってですね、後に残ったのはですね、もともとのアスベルガー症候群の男だけが残ってしまったのだろうかというですね、話です。いいでしょこれ。ではですね、人の話が聞こえたらのまとめをこれからざっと話します。ジョン・ロビソンですね。この書いた本にはですね、ボストンのベス・イスラエル病院から会社に戻る途中、iPod で聴いてたですね、ソウルミュージックが突然感じられるようになります。で、ロビソンはですね、自閉症患者、アスベルガー症候群でですね、悲しげな音楽とか楽しげな音楽っていう、そういう曲調しかわからなかったんですね。で、それまで他人が喧嘩しててもですね、怒ってるぐらいしかわからない。なんで怒ってるのか全く理解できないですね。で、それまで彼にとって音楽っていうのは、技術を持ったテクニシャンが正確な音階やメロディーでですね、操作する音の連続だというふうに思った。その曲のテーマっていうのも考えたこともなければ、説明されてるんだけど何を言ってるのかよく分かんない。でも急にロビソンにとって、その運転してる最中にですね、それは誰かに向けたメッセージであって、自分の思いを伝えるために書かれ歌われているものと分かるようになったと。ロビソンは数時間前にそのベス・イスラエル病院であるですね、実験的な治療を受けました。それのおかげでこんな変化が起きたというプロローグから始まります。その数ヶ月前ですね、ロビソンはですね、自閉症ワークショップで講演していました。ロビソン自身はですね、1970年代はですね、KISS というバンドと一緒にツアーに参加して、火を吹くギターっていうのをですね、発明したりしてました。あと、ピンク・フロイドがイギリスからアメリカに来た時はですね、わざわざピンク・フロイド自身から指名を受けて、コンサート音響の機械をですね、全てセッティングしてます。なんでかっていうと、ロビソンはですね、音に関してはめちゃくちゃわかるんですね。音楽に関しては何一つわからないんですけど、音に関してはすごくよくわかるので、あ、ここにこの電源によって雑音が入ってるんだ、あ、この接続ケーブルがこういうトラブルがあるんだっていうのは全部聞いてわかるんですよ。でも音楽に関して何一ついいとか思わないですね。で、今現在ですね、ロビソンは音響関係の仕事を辞めてですね、自動車の修理会社を経営していますですね。で、自分自身はですね、自閉症スペクトラムとかアスペルガー症候群だというふうに呼ばれる病気だっていうのが40歳の時に分かったと。ただもう自分自身が周りの子供と違うというのは子供の頃から分かってたんです。でもその違うというのはなぜか分かんなかった。で、診断が下されたのがさっき言ったようにですね、1997年40歳の時なんですね。この実験を受ける大体10年ぐらい前に分かって、でその40歳になった時にロビソンはですね、もう一人で生きていく方法が分かってたのですね、逆にアスペルガー症候群だと言われて気持ちが楽になったと。なので自閉症に関する本とか体験記を自分でまとめたものを書いたら、それが割とですねベストセラーになってワークショップに呼ばれるようになっていた。そのワークショップでの体験ですね、まだ手術を受ける前、自閉症の子供を持つ親はほとんどがロビソンが自立し自分自身で生活しているということに関して勇気づけられている。しかし自分の子供たちはダメだろうと思い込んでいた。なんでかというと、自閉症の子供はテレビを見てゲームするくらいしかできないというふうに、勝手に親たちはそういうふうに思い込んでるわけですね。でもロビソンは一生懸命、いやそんなことないよ、自閉症っていうのはそれのおかげでこの部分が強くなるっていう才能もあるんだから、それで食っていけるし生きていけるよ、俺を見てよっていうふうに言ってんだけども、なかなか親にはそれが通じないですね。ワークショップが終わった時にですね、なんか地味な外見の娘が近づいてきて、自分のことをですね、リンジー・オバーマン博士っていうふうに紹介すると。本当かよこれ博士って言ったけど、見た感じ地味な姉ちゃんじゃんと思ってたんですけども、そのリンジー博士はですね、ベス・イスラエル病院で成人、大人になった自閉症患者相手の実験というのをやろうとしてしまう、思うと。心の知能指数を上げるプロジェクトに参加していると。TMS と言われるですね、トランスクレイニアルマグネティックススティミュレーションですね、軽頭蓋磁気刺激。軽頭蓋というのは頭蓋、この頭の頭蓋骨を経て磁気で刺激を与えるという治療だ。 TMS という新しい技術を使って脳の外層に電磁波の信号を送るという実験のようだと。ロビソンは、ちょっと怖いなと思ったんですけど、期待もあってですね、で大部分は自分自身がその自閉症の研究というのを本も書いてるからやってるんでですね、好奇心から研究への協力を約束しました。20歳の頃ですね、このロビソンはですね、音響の仕事で、さっき言った音響、コンサート音響の仕事でいい暮らしっていうのをしてました。キャデラックに乗って、で高級な服を着てたんですけども、その頃から友達がいなかった。自分としてはただ単に論理的なだけだと思ってるんだけども、周りの人は自分のことをですね、思いやりがないとか、ロボットみたいだとかですね、他人に無関心だというふうに言って、笑ったり嫌ったりしてるんですね。で音楽業界では成功したんですけども、自分ではその成功がよく分からず、成功というのは例えばパーティーに出て友達に取り囲まれることのはずなのに、周りに自分の理解者がいないし、自分を好きだという人もいないと。でいつの間にかロビソンは周りから誤解されて、その誤解も訂正すればいいんだけども、誤解されてることもよく分からなくてですね、いつの間にかつまはじきにされて音楽業界から追い出されてしまった。ですね。でその後はですね、ゲーム会社に入ってコンピューターゲームのデザインとかですね、あと電子工学の仕事とかもやってたんです。コンピューターのエンジニアもやったんですけどもですね、上司からですね、他人の無能さをすぐに言う嫌なやつだと、協調性がないというふうに言われてですね、クビになりました。でロビソンはその時にですね、会社で成功するのは自分と逆のタイプだと、いわゆる社交性があって他人の感情に訴えるのが得意、そういうですね、社交性があって他人の感情に訴えるのが得意だっていうのをずるいやつっていうふうにロビソンは呼んでました。そういうずるいやつばっかりが成功して、自分みたいな人間は結局はクビになってしまうんですね。でロビソンはですね、ちょっとこの本ね、本当に時系列バラバラに書いてるんですけどもですね、ロビソンはですね、リンジー・オバーマン博士からですね、そういう提案を受けて、いよいよオバーマン博士の上司、アルバロ・レオーネ博士ですね、これがこの実験の指導者です。アルバロ・レオーネ博士と会ってみました。アルバロはですね、このさっきの TMS の働きを解説します。ファラデーのですね、電磁誘導の実験っていうのが中学か高校ぐらいでやるんですけど、覚えてますか？電池を電線につないで、それをテスターに接続します。そうですね。簡単に電池を電線につないで、それをテスターに接続すると何ボルト 1.5 ボルトというふうに表示されるじゃないですか。その電線に磁石を近づけて、磁石を動かすと、強力な磁石であるとですね、テスターの針は上下します。これがですね、TMS の原理ですね。電磁誘導です。脳の近くでですね、強力な電磁石をですね、一定のリズムで動かすと、電磁石自身を動かさなくても、この中の電位が発生する場所を動かすだけでいいんですけども、脳内で同じ現象が起こる。つまり脳の中のですね、流れている電位差っていうものがですね、微妙に動く、いわゆる流れるんだと思ってください。曲線やパターン次第でですね、影響を受ける脳の機能を高めたりですね、逆に抑えたりもできると。でこの実験が何が安全かというと、高める方には使わないと。脳は脳梁という中央のですね、バイパスみたいなもので右脳と左脳がつながっていると。そして右脳の働きを強めた時は絶対に左脳の働きが制御されると。この原理を使って電磁波でですね、脳の働きを上げちゃうのは危険なので、直したい部分の逆の部位をですね、下げると。でそういうふうにすることによって自分が狙っている部分の部位の活動を上げることができるというふうにですね、博士はですね、説明しました。興味が出たロビソンはですね、過去のこの TMS を使ったですね、事例というのを調べてみました。そしたら2003年のニューヨークタイムズにすっごい面白い記事がありました。1日限りの名画化っていう記事です。僕もこれ原文のですね、英語のタイトルからですね、なんとかそれの本当に記事探したくて検索したんですけど、ちょっと見つからなかったんですけども、作家のですね、ローレンス・オズボーンですね。この人はですね、ノンフィクション作家です。がですね、オーストラリアでですね、TMS 実験をですね、受けて参加しましたですね。オズボーンはですね、作家ですから絵が全く描けないんです。本当に絵が描けないんですけども、TMS 実験を受けた後ですね、絵が描けるようになるんですね。で、猫の絵っていうのをですね、描いたんですけど、これがもうプロ並みなんですよ。めちゃくちゃうまかったんですよね。で、しかし、そのプロのような猫の絵が描けるっていうのは数時間で消えてしまった。そういうですね、ニューヨーク・タイムズのですね、記事を読んでですね、ロビソンはですね、すごいこの実験に将来性を感じます。アルバロ博士は、さっき言った責任者のアルバロ博士は、自閉症患者に関してこういう仮説を持っていました。自閉症患者っていうのは他人の感情がわからない。それは言葉になっていない表情とか身振りとかのし仕草が理解できないからですね。まあそうですね、やってみましょうかっていうのをですね、まあそうですね、やってみましょうかという言葉の部分しか理解できないんですね。いいんじゃないですか、素晴らしいと思いますよっていうのもですね、いいんじゃないですか、素晴らしいですよっていうのと全く見分けがつかないんですね。なのでトラブルが多発するんです。で、こういう自閉症患者は他人の感情がわからない、言葉になってないシグナルが理解できない。脳内にその配線がないという人もいれば、配線が複雑になりすぎて乱れているという人もいますけれども、アルバロ博士はですね、配線は存在するが、この他人の言葉以外の表情や仕草をですね、理解する配線、頭の中の回路自体は存在するけれども、機能していないという仮説を持っていました。なので TMS を使えば感情回路を活性化できるんじゃないかですね。活性化させてこの回路をですね、生き返らせることができるはずだと。その回路というのは前頭葉にあってですね、研究所によって多分ここじゃないかなという何箇所かのターゲットが決まっているというふうに説明しました。ロビソンはですね、これはいけるんじゃないかと思って家に帰って実験に参加するということを家族に言うと妻は反対します。実はですね、ロビソンですね、家族奥さんがいるんですね。で、なんでそんな奥さんが自閉症なのにいるのかというと、実はこれがすごいいい組み合わせでですね、奥さんはですね、抗うつ症、つまりうつ病の患者なんですね。で、いつもですね、物事の悪い部分だけ見てたんですよ。で、しかし自閉症の自分はそれが気にならない。で、逆に奥さんはですね、うつ症だから物事の悪い部分だけ見るので、ロビソンが他の人が話してる時に「ちょっとあなた、あの人ちょっとそれ嫌がってるわよ」というのが人より先に分かってロビソンに言うことができるんですね。なので実はベストパートナーだったんですよ。しかしですね、奥さんが心配してですね、うつ症ですから心配して反対するんですけど、ロビソン自身は自分を変えたかった。なんでかというと、ロビソンは自分のことをですね、お金は儲かってるんだけど社会の敗北者だと思ってたからです。空気を読めずですね、無神経で自分の傲慢さに気づかないのでですね、友達もいないんですよね。しかし社会がロビソンを見てる目はなんか違ってるんです。イメージ違って、成功している事業者で自動車マニアでですね、家族思いで本が売れたっていうですね、もう本当に成功者だというふうに周り見てるんですよ。でも実際のロビソンは子供の頃からずっと「お前は変だ」と言われて、それが自閉症だという病気だと分かって、治療法がないから受け入れるしかないと思ってたと。で、その病気のおかげで音響エンジニアとかですね、自動車修理に才能があることも分かっていた。しかし社会の敗北者であることは耐えられない。実はロビソンはやっぱりそういうことにはですね、受け入れるしかないけど耐えられないと思ってた。なのでロビソンはですね、実験を受けることにしました。無料でこの本の紹介はここまでなので、ここから先どうなるのか簡単に紹介します。これ後半で詳しく言いますけど、ロビソンはこの後ついに TMS の治療を経験するんですけども、その効き目はすさまじくですね、まるで周囲の人の考えていることがテレパシーのようにわかるんですね。で、同じくアスペルガーと診断を受けた自分自身の息子もこの治療を受け始めます。しかし奥さんとの関係、妻との関係は徐々に崩れていく。そんな中、新しい世界も見えていって、他の人のですね、TMS 実験も成果を上げていると。抗うつ症に対する、治療として TMS は目覚ましい成果を上げつつあるんですね。これがですね、日本でも行われている TMS 治療の写真です。もしこの電磁エネルギーだけで脳を修理できるとしたら、実は脳は体に自力で修復を命じることもできるのではないか。薬よりも有効な医学になるかもしれない。アルバロ教授はその通りというふうに考えています。いずれ脳健康センターっていうのを作りたいと。多くの人は筋肉を鍛えるよりもですね、脳を鍛える人っていうのがほとんどいない。しかし脳が健康なら体もより健康がいられるはずだと。脳が体のそれぞれの部位に関してこういうふうに治れと命令することができるんじゃないのかっていうふうにアルバロ教授は考えているんですね。だからダイエットとか喫煙とかですね、あと運動不足っていうのも、脳が食べたくないと命令すれば、脳がタバコを吸いたくないと命令すれば、自分の脳が運動したいというふうに命令すれば、僕らはしんどいことをやらなくて良くなるわけですね。でこの技術が一般に使われたら、今は臨床実験だけだけども、ごく普通にメガネやコンタクトレンズのように普及したらどうなるのかですね。後半の有料部分ではですね、この今僕らが必要だと思っている空気が読める能力、人の表情や仕草が読める能力すらも意味がなくなるかもというですね、この TMS 実験が持つ将来の展望のところまでですね、ちょっと一気に語っていきたいと思います。で、これ実はですね、以前のニコ生でもですね、紹介しています。ホモデウスの回でですね、紹介したですね、脳に電極で才能が 100% 活性したですね、事例を紹介してるんですけども、まだちょっと無料が続くんですけどもですね、ちょっとホモデウスのですね、録画をですね、用意してますので、それではちょっと見てください。これ第3部のホモ・サピエンスのいる制御が不能になるところに出てくるですね、頸頭蓋直流刺激装置ってやつです。人間の脳というかおでことかいろんなところに電極を当てるんだと思ってください。それで微弱な電流を流すと。それが商品化されたものがこれです。で、脳の特定の部分に電極を当てて、例えばプラス極が当たっている脳の部分は活性化される。マイナス極が当たっている部分は、鎮静化される。そこが面白いんですね。活性化する部分と鎮静化する部分を選ぶことができる。これがこの下の方の写真のですね、それをやってるところです。で、まだまだこれ試験中なんですけどもですね、アメリカではですね、すでにこれが試験中なんだけど、医療品として売らなきゃいいだろうということで、ゲーム機として発売されてるんですね。この上のやつがですね、ゲーム機として売ってるやつなんですけども、シューティングゲームで使うと集中力が上がるっていうですね、デバイスです。FOCUS.US と。フォーカス、集中という名前で、ダジャレみたいな名前でですね、FOC.US で皆さんも検索したらですね、商品が出てきますが、これで売ってるんですけども、集中力が上がると。なんでそうなのかっていうとですね、これもともと、この下の方のですね、この頸頭蓋直流刺激装置っていうのは、もともと統合失調症の治療に開発されたですね、デバイスです。で、一部ではこれの治療も始まってます。で、成果はバラバラで、ものすごい成果が上がった場合もあれば、あまり成果が出なかった場合もあると。で、もうこの機械を脳に埋め込んだ人もいるんですよね。で、心臓みたいにですね、ペースメーカーみたいに胸のあたりに、コンピューターとか電池とかをもう埋め込んだ人がいて、でこれでうつ症状がなくなると。うつ症状になりかけるとですね、このうつを起こす部分というのをですね、マイナス極で落として、で元気が出る部分というのをプラス極で上げていくっていうふうなことをするそうです。である患者がですね、これの手術をしたんだけども、何ヶ月かして「いややっぱりダメです、もうどうしてもしんどくて」っていうので検査してみると電池が切れてたと。なんかどうも埋めた電池がちょっと古かったらしいんですね。で電池変えたらめちゃくちゃ明るくなって「どうも!」って言って書いてたそうなので、効果はすごくある場合もある。ただまだそれは、一般的に、市販できるとかですね、一般の治療としてできるものではないんですけど、日本でもそろそろ臨床試験が始まってます。でこのですね、機械にアメリカの軍部が目をつけました。オハイオ州のですね、ライト・パターソン空軍基地。ですね、ライト・パターソン空軍基地ですね、ニューメキシコ州のロズウェルに墜落した UFO の宇宙人の死体が保管されていることで有名なですね、ライト・パターソン空軍基地なんですけども、しかし実際はもっと地味でもっとすごいことをやっています。でこのライト・パターソン空軍基地にはですね、人間有用性局ですね、人間がどれぐらい有用性なのかを測る局ですね。ヒューマンエフェクティブネスディクトレートですね。ヒューマンエフェクティブネスディクトレートという部局があってですね、そこで狙撃手とかですね、スナイパーとかですね、あとドローンのパイロットのですね、集中力を長時間維持する研究というのをやっています。ですね。でイギリスの科学雑誌「ニューサイエンティスト」の記者のですねサリー・アディという人がですね数年前特別に取材を許可してこのヘルメットをかぶりました。その人間有用正局でですね研究している狙撃兵の集中力を増すためのですね大体普通狙撃兵の集中力っていうのは25分から40分ぐらいというふうに言われてるんですけど6時間場合によっては12時間ぐらいに集中力が出るというふうに言われてるんですね。でそれをですね、ヘルメットをかぶるという実験にこのサリー・アディは参加しました。で一番最初はですねヘルメットをかぶらずに戦場シミュレーターに入りました。で戦場シミュレーターではですね自爆用の爆弾を持ったテロリストがサリーのところへどんどん走ってくる映像が映るんですね。でライフルを持たされたサリーはそれを撃てというふうに言われるんですけれどもとにかく1人なんとか撃ったらその後ろから3人が来ると。でサリーはパニックになってライフルを捨ててもうとにかくそのシミュレーターから逃げ出してしまったそうです。で次にですねサリーはヘルメットをかぶりました。ヘルメットをかぶった何の変化もないんですよ。ただ口の中がですね金属っぽい味がすると。なんか金気臭いアルミのスプーンとか加えてるみたいな金属っぽい味がするなと思ってシミュレーターの中に入ったんですね。でそうすると割と落ち着いてなんかランボーとかですね狙撃手シュワルツネッガーみたいになったつもりでですねバーンと撃ってですねで敵が来てもですね割と落ち着くとパニックも起こらないと。であっという間にシミュレーションが終わっちゃったそうです。さっきはなんかすごい長かって襲われたのに今回すぐに終わったからなんか機械の故障かなと思って聞いたら「いやあなた全員殺しましたよ」と言われてびっくりしたそうなんですね。サリーにとっては全てが一瞬のことだったんですけどもさっきその1人撃っただけでもうパニックで逃げてしまったのにその時に何十人もいた敵っていうのを全て殺し尽くして多分その意識がほとんどなかったんですね。でサリーの話はですねこっからなんですよ。この日からですねこの実験に参加してから数日間取材してから数日間サラの頭の中からですね一切の雑音がなくなったそうです。一切の雑音です。どういう意味かっていうとですね人間は誰しもいつも心の中にですねいろんな声っていうのかな雑音みたいのがあるじゃないですか。で例えばちょっと暑いなとか帰りにゴミ袋買いに行かなきゃなとかあれなんていう曲だっけとかいろんな雑音みたいなものが頭の中でつぶやいてると。さらには一切それがなくなった数日間一切それがなくなった完全な静寂による完全な集中が可能になったそうです。でその集中の間サラがずっと考えたことは今すぐシミュレーターに戻ってあのヘルメットをもう一回かぶりたいということだったそうです。でサラは後に大体こんなことを言ってるんですけども私たちは子どもの頃からいろんな雑音が聞こえると自分の心の中にささやきで敵意とか恐怖をささやかれると。例えばあいつにはかないこないとかそんなのを自分にはできっこないとかそんな声をいっぱい聞いてると。であいつは嫌いとかそういうなんか自分自身でそう思ってるんじゃなくて自分がそういうふうに解き伏せられて自分自身が解き伏せて思ってることがいっぱいあったと。それが全部聞こえなくなったと。あいつらの正体何だったんだろうと。でもしこの機械が実用化されてみんなが私みたいにあの声が全部聞こえなくなったら一体人類の歴史これからの世界というのはどういうふうになるんだろうというふうにサラは考えたそうです。はいいかがでしたか。ちょっとね懐かしい映像をですね見ていただきましたけどもですね実はですねこの軍事への応用というのがですねこの本の中にも出てくるんですね。リンジー・オバーマン博士ですね、このロビソンにですね話しかけた地味なお姉さんなんですけどこのですね同僚のですねシャーリー・フェクトーっていう人がいます。このシャーリー・フェクトーがですね研究している軍事への展開というのがですねこの本の中に出てくるんですけどこれがですね実は今話したやつだったんですね。ということでですねここまでで長かったですけども無料は終わりました。マリオのゲームオーバーみたいなもんで「ああ終わっちゃった!」っていう感じに近いと思うんですよね。